こんにちは。ソウルエクスチェンジでいただいた、方変ワープを使ってみます。これが、私普段使っている赤単色で、エリザベスの代わりに、未育成の方変ワープを入れました。フィエンド使いということもあるんですけれども、事務記者やハートの女王を残して、方変ワープを、エリザベスの代わりに方変ワープを入れました。相手は、緑が3体いまして、サンドライヤーが、はい。で、アルフライクがいる。はい、では行きまーす。とりあえず赤竜ですよね。とりあえずこの赤竜消しましょうか。こう消しましょうか。はい、それではエミリーを使いまして、後編ワープを、使いまして。償いの主で、せっかくなんで、ここ行きましょうか。事務記者使ってよし、ハートの女王を使って、ガーネットを使って ここ行きましょうか。赤を一歩近づけて、はい、ハートの女王のミニオン、上々の活躍ですね。それではエミリーを追加して、このピリピリ鬱陶しいこれをなんとか消したいけれども、それよりも空打ちですかね。またマナを貯めたい。ここまで順調に来れたんで、このまま勝ち切りたい。アルフライクにマナが溜まった。まあしゃあないですね。未育成ですもんね。ではこのまま3ターン待ちましょうか。1ターン、ああ2ターン、事務機が使ってヘインダールにマナが溜まってしまった。ここで復活されんのはしんどいな。一人帰ってきたけれども、なんとか倒せそう。はい、これで勝てますかね。方変ワープを使ってみるでした。はい、ありがとうございました。